はい、皆さん、パンキンパッチにやってきました。皆さんにちょっとお見せしながら、みんなで一生懸命パンプキンを取っています。パンプキンパッチに、Oh, thank you. You're my live. You're my Facebook live. You're my Facebook live. Thank you. So, pumpkin といえば、まあ指が出てる。まあ、こんなすごいね、こんな風に刺したから。あのひまわりの種をこんな風に見上げたこととってもないんだけど、すごいこれも可愛いなと思って。パンプキンといえばね、やっぱりいろんな顔があって、いやこのユニークさっていうのが個性があって、ユニークさのパンプキンが、まあ人間もみんな同じ個性だよねっていう風によく表現されるんだけど、そうだと思うのね。でこうやっていっぱいさ、いろんなところにパンプキン隠れてんだけど、意外に見えないわけよね。人の良さもそうなんだけど、意外に見えないところにいっぱいあると思うのね。で見え隠れしようが何しようが、みんなすごいこの良さがあると思うのね。あのこの雰囲気大好き、すごくね。だからやっぱりかぼちゃだってたくさんの愛情とかたくさんの太陽を浴びてさ、のびのびと育っていて、形が違っていて、人間も同じようにいろんな形とかいろんな風に育っていっても、成長していっても、それが個性だと思えるようになると一番いいよねって思います。まあそんな言いながら、今日ね全然ね、あの優先順位の話の録音も朝もさせていただいたんだけどね、まあそういうのもね、ある意味の個性っていう人って、私ねこういうちっちゃいのも大好きなんだよね。このちっちゃいのも、あこれまだくっついてる、見て見て、くっついてるよ、かわいい、見て、ちっちゃいパンプキン欲しいって言ったらさ、本当にちっちゃい、くっついてる、みんな一緒にこれを持って帰りたいなと思う。可愛いよね。個性のあるところで、皆さんの個性も素敵な個性もね、まあ本当にあのこのパンプキンと同じように、誰かが可愛いと思って発見する時が絶対あると思うのね。だからね、もう見て、こんなちっちゃいのとかあるんだよ、こんなちっちゃいのあるんだよ、見て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 、ほら、かわいい、こんなちっちゃいパンプキンがあるんだ。わあ、持って帰ろう。持って帰ろうって、もちろんお金払うけどね。ということで、パンプキンパッチ、パンプキンのいろんな顔取り、彩り、まあ、色は同じだけどね、顔でね、みんなも同じように、あなたの個性がさらに光る月として、エンジョイしながら毎日ね、誰が見つけてくれるのかなって、こんな風にゴロンとしてるパンプキンだって誰かが見つけてくれて、もちろん自分が一番そこにいるってことで輝いて楽しんでると思うんだよね。だと思うので、皆さんもパンプキンフェイスっていうか、パンプキンパーソナリティでパンプキンカラーでいこう。 Thank you everyone. Have a all beautiful day. Promise me. Love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you. You all have a beautiful day.